おはようございます。メガネチャンネルです。土曜日の朝9時過ぎなんですけど、いろいろ届きました。ちょっとゲーム実況も始めたんでね、必要な機材購入してみました。今日開封していきたいと思います。近くのコンビニまでちょっと買い物です。いい天気ですね。今日そんな寒くない。買い物とね、荷物の受け取り、コンビニ受け取りにしてたんで、ちょっと受け取ってきます。ザン、でかい。ここでかい。今回オンラインストアでね、洋服買いました。じゃあ入れ替えります。お昼ご飯、これは明太子ですね。明太子の燻製で、ベーコンとチョリソーも燻製してみました。ちょっとお休みなんでね、お酒と思ったけど、これから動画作るんでノンアル。いただきます。ちょっとね、明太子がすごい気になってたわけですよ。燻製したらどうかなと思ってね。はい、いただきます。うまっ。ご飯最強。明太子の燻製最強です。はい、じゃあ今日届いたね、これら開封していきたいと思います。いやー、ちょっと大変ですね。じゃあこのちっちゃいやつからいきます。これはね、これはゲーム実況関連ですね。これ何かというと、まあ後でまた開けますけどね、エルガトのウェーブ3のエクステンションロッドって言ってね、あのマイクのバーの高さを調節するための追加できるね、ものになります。まあ細かいやつですね。はい、じゃあ次が、はい、これがですね、同じくゲーム実況用に買いました、エルガトのウェーブ3のポップフィルター、まあ、いわゆるポップノイズをね防止するポップガードって呼ばれてるやつですね。エルガトのウェーブ3専用のものになります。これなんだろうな、大きいの。あ、これは全然ゲーム実況と関係なかったですけど、はい、これはじゃん、 LED のストリングライトですね。これ何かっていうと、まあ、クリスマスツリー出したんですけど、電飾がねちょっと壊れちゃっててつかなかったんですよ。だからちょっと電飾買わなきゃと思ってね、急遽 Amazon で購入しました。こんなちっちゃいんだね、 LED で。でそんなに高くなかったんですよ。1500円ぐらいだったかな。これも後で出してみますね。はい、そして一番最後、この大きいやつですね。いろいろね、まあ、調べてはみたんですけど、これにしました。これ何かというと、よいしょ、じゃーん、ポータブルモニターですね。これもゲーム実況用の機材になります。よいしょ、じゃん。あー、こんな感じなんだ。ポータブルモニターって書いてありますね。はい、まあ、Amazon でねすごいいっぱい種類があって、一応 4K とか、まあ、いろいろ、あとインチ数とかね、いろいろあったんですけど、あ、猫です。あの猫は入り込みます。もうね NG 出さないことにしました。あの気にしないでください。はい、あのいるものと思ってください。で、まあ、4K だとかインチ数とかね、いろいろ気にはなったんですけど、まあ、まず手頃な感じでね購入したいなと思って、このフル HD の何インチだったかな、14インチぐらいだったと思うんですけどね、ポータブルモニターになります。出してみようか。どれからいきますかね。まあこの辺はこれなんかただの棒なんで出してもしょうがないんですけど、
はい、こんな感じで2つ延長できるロッドがね、ついてます。1段階、2段階でマイクのね、長さをコントロールできるよと。このポップフィルターの方なんですけど、すごい高いんですよこれ。4000円ぐらいしました。ただのポップガードが、まあ、L 型専用なんでね、 Web3 専用なんでもうしょうがないですけどね。 Amazon でね、探したらね、買えなくて、いや、よく調べたら買えたんですけど、今回はこれ楽天の方で買いましたね。これは箱ですね。あ、よいしょ。なんかすごくが厳重に入ってますね。はい。あ、すごい。でも、あ、すごいこれ。作りは合うかな。ほら、メッシュすごくないですか。Web3 に、ね、特化した作りになってるんでね、これ後でくっつけてみましょう。これは全然関係ない。電飾、ただの電飾ですけど。あ、ツリー、お見せしなかったですね。じゃあちょっと皆さんにツリーをお見せしますね。はい、こんな感じです。でっかいでしょ。毎年ツリーはね、出すようにしてます。年中行事、こういうのはね、ちょっとちゃんとやってみようかなと思ってね、ツリーは結構でかいの買いました。毎年ね、オーナメントとかね、解体したりはしてるんですけど、わすごい。あ、これ結構電球が、そう、大きいタイプなんですよね。うわ、なんかこれだけで見ると気持ち悪いですね。まあ、集合してるのが気持ち悪い。まあ、これは、後でつけてみます、次。はい、今、猫が爪研ぎをしております。ガリガリ聞こえてますね。猫って面白いですよね、本当。普段何も近寄ってこないくせにね、こうやって撮影を始めるとですね、もう絶対わざとだろっていう感じでね、近寄ってきたりね、音立てたりするんですよね。すいません、撮影中なのでちょっとご遠慮いただいてよろしいでしょうか。はい、じゃあ気にせず開けていきましょう。はい、じゃあこれは外部モニターね。そう、ゲーム実況で今僕始めましたけど、マザー3のだ、もうコンパクトにゲーム実況専用でね、使えるモニターってことで買ってます。はい、よいしょ。あ、なるほどね。あ、すごいすごいすごい、しっかりできてますよこれ。これ何、あ、すごい、ちゃんと画面保護のフィルムを入れてくれてるんですね。あとケーブル類、そう、いっぱいケーブル入っててですね、僕はエルガトのゲームキャプチャー HD60S を使ってますので、 HDMI から HDMI でつなげたいんですよね。これはアダプタね。電源供給もできるわけですよね。じゃあケーブル類は後で使うとして、これをちょっと出してみましょうか。あ、なんかすごい極力ね、シンプルなやつが良かったんですよ。もうほんとただの板で、なるべくベゼルがなくて細くて、もうただの液晶モニターに HDMI がついて映るだけみたいなね、やつがいいなと思って買ってみました。よいしょ、じゃじゃーん、すごい。え、どういうこと。あ、カバーついてんだこれ。あ、すごいすごいすごい、モバイル系のノート PC みたいな感じですね。なんでこう猫はね、物の上に乗っかりたがるんですかね。 Web3 にポップフィルターをつけてみました。こんな感じでつけるんですね。で、このエクステンションロッドもね、1本ちょっと追加してちょっと高くしてみました。まあ、口の高さっていうのかな、顔に少し近づいたのでね、もう少しクリアな音が取れるのかなと思います。はい、そしたらこの外部ディスプレイつなげてみましょう。こいつが動かないとね、なんとも配線ができないので、ね、なんかピントがふらつきます、ね、
ものすごいね、部屋が映り込んでるんで、今こう上、真上を向けてます。で、今、電源のケーブル、ここに給電してます。で、エルガトのゲームキャプチャー、HD60S のこのアウトの HDMI のラインを引っ張って、これですね。これをじゃあ実際に入れてみようかな。はい。よいしょ。さあ、行こうか。あ、来た。早い。あ、すごいすごいすごい。いいですね。ちょっと立ててみましょうか。はい。あ、実際にはこんな感じでゲームする感じかな。この iMac がね、ここにあって。で、マイクがあって、外部モニターを、外部モニターを見ながら、どれぐらい操作しやすいか。あ、すごい。瞬時。ほら。すっごい遅延してたんですよ、だから今まで。あ、これですごく快適に遊びやすくなりますね。あ、よかった。はい。じゃあこんな感じで、一応、まあさ、今現時点で最適なゲーム実況環境が整ったかなというふうに思います。機材系はね、今回ご紹介できたので、実際に今度はソフトウェア内部の方でキャラクターアニメーターでどうやってゲーム実況っていうか配信か、キャラクターアニメーターで、どうやってライブ配信をするのかっていうところのね、解説の動画とかも撮りたいなと思います。ただ僕 Mac なんで、本当に Mac ね、めんどくさいんですよね。だからこんなめんどくさいことやってる人いるのかなっていう感じで、動画の需要があるのかよくわかんないですけどね。まあ、次の動画もね、作りますんで、楽しみにしていてください。はい。では、今日はこの動画はこれで終わりです。また次の動画で会いましょう。じゃあ、バイバーイ。